ルーンプロダクション青ショー、このベトナムのショーが初来日します。見どころはベトナムで実際に使っている日用品、カゴだったり竹だったり、これ本当に現地の方が日用品で使っているものなんです。しかも大きな機械ではなく、このポスターでも分かるように実際にこの竹を支えているのも人力なんです。とにかく身体能力の高い本当アクロバティックなショーになってます。そしてもう一つが、動きに合わせてベトナムの伝統楽器を使った生演奏で表現されています。あとは言葉がありません。ベトナムの村、町、いろんなものが繊細かつ壮大にショーとして皆さん見ることができますので、ぜひ足を運んでください。私も絶対見ます。